ついに海外解禁、やってきたのは南国サイパン。両替した？両替してない。両替しなきゃ。あのね、街中より成田空港の方が安いんだよ、レート。まあそうだね、大体、うん、大体そうだよ。ドルはアメリカドルは、だってアメリカドルは力入れてるんだって。ありがとうございます。はい、アラちゃんです、久々の、成田空港に来ています。これから、サイパンへ行きます。いつものね、カッシーツアーでサイパンに行こうというところでございます。今後ろにね、あのうちのチームがみんな集まってますけど、もう久々の人たちがみんな馴染みの顔が集まって、面白い旅になりそうです。ここは出発ロビーなんですが、ものすごい空いてます。やっぱ海外に行く人は今まだ少ないんですね。でもね、地下の外国人が出発するところ、出国する外国人でものすごい混んでましたね。日本に入国するのが大変なんです、一回出ちゃうと。サイパン直行便は現在アメリカの航空会社が担当しています。夜9時前に搭乗が始まりました。機内食はアメリカ人得意のマッケンチーズ、ならば飲み物もコークでしょう。夜間飛行なので寝るしかすることはありません。サイパンはアメリカ合衆国の自治連邦区北マリアナ諸島にあり、かつては日本人を対象とした観光業で成り立っていました。しかし2000年頃から日本人観光客が減少、2018年には猛烈な台風で甚大な被害を被り、さらにその傷も癒えない2020年にはコロナ禍が始まり、現在は極めて厳しい状況にあります。わずか3時間半、あっという間にサイパン国際空港に到着。外国だよ、外国。どう？この感じが外国だね。こちらでじゃあすいません。マリアナ政府のキャンペーンでサインをするだけで50ドルもらえました。17番。さらにマリアナ政府のキャンペーンで空港からホテルまで無料バスの送迎付きです。この階段が面白くて。曲がってんの。自動車が右側通行なのも久しぶり。真夜中ですが、フロントには人がいて日本語で対応してくれました。はい、今回の部屋はこんな感じです。ツインルームですが、すごく広いです。バスルームです。シャワーとバスのバスタブもあります。シャワーとバスタブは別にあるよね。しかもトイレと一緒じゃありません。アメニティも一通り揃っています。シャワーの水量も十分。トイレはなんと日本製で、温水洗浄便座もついています。トイレットペーパーが2本セットされているのも日本式ですね。コンセントは日本と同じ A 型ですが、電圧は 120V、 240V まで対応の電源タップはツアーの必需品です。一眠りしました。オーシャンビューではありますが、廃墟や廃材がサイパンの現況の厳しさを物語ります。沖に停泊しているのはアメリカ軍の輸送船。朝食はプールサイドのテラスで。マスクなし生活もいいですね。アメリカスタイルですね。11時15分に現地ショップの名塚さんが迎えに来てくれました。お久しぶりですけど、覚えてたりしないですよ。覚えてます。あ、覚えてました。あ、よかった。よろしくお願いいたします。どこ行ってもみんなに忘れられてて。去年一昨年もまあぼちぼちって感じで来てはいたんですか。いや全然。あ、全然。もう9月の飛行機が飛ぶようになってやっと。あ、そうなんだ。
それまではもうずっと日本人は0000。はいはいはい。よく生き延びたここまで、まあ、この先もまだ分かんないけど。な乗り場変わったんですね。そうなんですよ。もう結局コロナでうちの目の前の、はいはい、あのお店があったところもみんなもうボート屋さんも廃業しちゃった。そうなんだ。僕らの乗るボートがやってきました。ないよ。サイパン海峡を渡り南隣にあるテニアン島のポイントへ向かいます。ここは黒潮につながる強い海流が流れているのですごく揺れるんです。1本目はですね、テニアン島のフレーミングというポイントに入りたいと思います。太陽の光がね、深い方にこうスーッと吸い込まれていくような感じね。それが目の錯覚で下から光が湧き上がってくるように見える時があるんですね。でそれがこう青い炎が揺らめいてるように見えるんで、ポイント名がフレーミングという名前になってます。この光の筋、光の揺らめきがフレミングというポイント名の由来です。浮遊物がほとんどないので、とてもクリアな映像ですね。青を抜くとまるで魚が空を飛んでいるようです。浅いところほどますますクリアです。おっと、こんな浅いところにカスミアジがいました。クレバスの谷を降りていきます。水深20メートルをドロップオフ沿いに進みます。はい、これがコースディレクターの泳ぎです。皆さん見習いましょう。この辺りの推定は70メートル。映像ではうっすらに見えますが、肉眼ではくっきりと見えています。50メートル以上見えているということですね。スミレナガハナダイのオスは肩こりがひどく、いつも両肩に湿布を貼っているので、ダイバーの間ではサロンパスと呼ばれています。こちらもダイバーに大人気、ツユベラの幼魚です。大人になると全然違う色になるのですが、子供のうちは綺麗なオレンジ色です。ここはサイパンですが、琉球スズメダイもいるのです。ドリーでおなじみの南洋ハギです。僕のことをドリーに似てるという人がいるのですが、僕にはさっぱり意味がわかりません。水深5メートルで安全停止するのですが、浅いと映像が本当にくっきりしていて、水の綺麗さがよくわかりますよね。向こうにうっすら見えている人たちも相当遠いですよ。移動はせず、その場で水面休息します。何これ。このツアーの主催者カッシーさん、相変わらずお菓子食べまくりです。美味しいね、これ。次のポイントはテニアングロット。グロットとは洞窟のことですが、有名なサイパンのグロットとは別のポイントです。でそこの段の踊り場みたいなところに今の眠り深ホワイトチップが子供なんですけど、1メーターぐらい、1メーター弱ぐらいかな、が5、6匹いつもね、溜まってる。5、6匹もいるんだ。怖くない？怖くないです。怖くないです。洞窟の中で吐いた僕らの泡がですね、岩を染み出て外に抜けていくんですね。岩の上からたくさん泡が出てるのが見えます。広い洞窟に侵入していきます。反対側も抜けているので、洞窟というよりはトンネル、もしくはピロティといった方がいいでしょうか。
カッシーさんの妙技をご覧ください。光の筋が綺麗です。で、ここ水深20メートルですよ。いました、眠りブカです。5匹いますね。なんか水も綺麗だし、場所も整いすぎていて、水族館で展示を見ているみたいです。洞窟といえば、そばにはなぜかウコンハネガイがいるんですね。中がビリビリしているのがよく見えます。岩のくぼんだところにはまり込んでいるので、撮影しようとするとこうなるのですが、なんか岩の中が光っているようで、映画のワンシーンみたいになりました。外に出るとこれもまたちょっとファンタジックな光景です。オレンジフィンアネモネフィッシュはミクロネシアのクマノミです。また荒波を乗り越えてサイパン島に帰ります。これ違法じゃないんですよね、ここじゃ。何ですか？2台に乗るの。2台に乗るのは違法じゃないです。水深だから20メーター行くか行かないかぐらいのところを泳いで、水底が綺麗に見えてるんで。なるほど。そういうことか。そんなの初めてね、50メートルなんて。50メーター以上ですね。だから60なのか、どんぐらいなのか。サイパンそぞろ歩きのコーナーでございます。ね、前来た時はあのカジノももっと金ピカしてたのに、今なんかこんな廃墟みたいになっちゃった。廃墟なのかな。左のオレンジの看板のお店も有名な美味しいステーキ屋さんですが、今回は右側のお店に行きます。このお店、食べてみて味で気がついたのですが、アンガスビーフのお店でした。なので味は日本で食べるのと変わりません。店内はウエスタン風の作りになっています。噛み応えは、噛み応え、この分厚さと、まあ、焼き加減ですね。分厚いです。食べ応えは抜群でした。食後は散歩をしながらホテルに戻ります。途中で見つけた絶対安心できない店の廃墟、何の店だったのかは分かりません。中国系のお店は中国人の入国が規制されているためにどこもガラガラです。中国系のお店には中国人しか来ないんですよね。この人はスマホをいじってるように見せかけていますが、実は今日は4本やる予定ですね。魚に好かれる男登場。たっぷりダイビングと日本でも流行りそう激うまアイスクリーム。おいしい。おいしいね、これ。あんまり甘くない。お砂糖入ってないもんね。